ませんでしょうか。まあ、せっかくの機会ですから、何でもいいんで。こちらの方によろしくお願いします。すいません、ちょっとマイクの、ワイヤレスの向こうで申し訳ありません。どうぞ。すいません、僕個人的には、放送には、賛成で、ありがとうございます。自身の会には投票させてもらってるんですけれども、はいはい、大東みたいな衛星都市にとっては、放送っていうのはメリットから、それはいいことかなと思うんですが、やっぱり大阪市とか堺市とか大きい市町村にとっては、デメリットもあるかと思うんです。で、その人たちが反対する、気持ちも分かるので、その人たちにどういう、説明とか、対応をしていくのかっていうのがないと、なかなか進まないと思うので、そこを教えてください。ですね、新しい何か制度を考えると、新しいアイデアを作る、新しいアイデアをこう提案するとですね、デメリットがない提案とかアイデアって絶対ないんですよ。何か新しいことをやろうと思えば、絶対問題点って探せば絶対出てくるんですね。でここで重要なのはね、新しい案のデメリットをどんどん深くこう突っ込んでいくんじゃなくて、今の大阪市役所のデメリットと比較しなきゃいけないんです。だから大阪都構想にも確かにデメリットはあるでしょう。でも大阪市役所と大阪府庁の今の姿のデメリットははるかに大きすぎるということなんです。それは先ほども言いましたけれども、こんな二重行政、大阪都構想をやればね、そのデメリットって言っても、僕は大阪都構想のデメリットって今感じるところはないんです。というのはこれ社会制度なので、問題点は全部対策を講じた案になってるんです。いろいろメディアで言われました。例えばなんですけども、大阪市内を5つに分けるとね、税収が上がる豊かな区と、税収の低いちょっと貧しい区ができるんじゃないかっていうようなことを言われました。じゃあこれはね、その対策を講じればいいんです。税収が多く上がる区から税収の少ない区に配分をする、こういう対策を講じました。だから大阪都構想というものに関しては、僕は新聞やテレビやコメンテーターが言うぐらいの批判、デメリットについては全部反論ができます。こういう形で対策を講じましたよって全部言えるので、大阪都構想には僕はデメリットはないと思ってます。でむしろ今の大阪市役所と大阪府庁のままでいけば、僕と松井知事の場合にはこうやって話をして、お互い、同じ方向に向いて、大阪を引っ張っていってますけども、これ僕と平松市長の時にはバラバラだったんですね。カジノを含む統合型リゾートを誘致するかどうかというところでも平松さんは反対、僕はやりましょう。関西国際空港に直結する鉄道をね、僕は引きましょうと言っても平松さんは反対。さっきもその淀川三河線の延伸という高速道路を、あれを作りましょうと僕は言っても平松さんが反対。今の僕の松井知事ではある意味一体化してやってますから、そういうことはない。でまだこういうことももうないですけども、知事と市長がまた変われば、今のまんまだったらまたこういうことになります。で皆さんこれよく見てもらいたいんですけども、659億円ですからね、570億円ですから。これ簡単に言いますけど、皆さんとてつもないお金ですよ。こんなのもしね、670億円とか680億円あればね、皆さんね、大阪市民だけが今敬老パスっていうのを持って地下鉄バス無料だっていうのがあります。今僕が市長になってから1回50円あたりの負担、1年で3000円の負担もらえますけど、こんなお金があればね、大阪府民全体に敬老パス渡すことだってできる可能性あるわけです。だから このお金全部ドブに捨ててしまってる。このデメリットを解決しましょうというのが大阪都構想でありましてね、やっぱりこっちのデメリットを一生懸命考えなきゃいけないと思うんです。ところが今の新聞やテレビ、それからコメンテーターは大阪都構想自体のデメリットを探そうとしていましたね。僕はそれは違うなと思ってます。今の大阪府庁、大阪市役所のまんまだったら、このデタラメな税金の使い道止まりません。ですから大阪都構想については僕はデメリットはないと言い切れますけども、仮にデメリットがあったとしても、今の大阪市、大阪府の今の状態、このデメリットの方がはるかに大きいんで、大阪都構想に進むしかないと思ってます。ありがとうございます。よろしいですか。